んばんは。すいません、うどん食べてました。すいません、すいません、ごめんなさい。すいません、すいません、うどん食べてました。すいません、ごめんなさい。タロちゃん好き好き星人来た。本当本当、遠くから来る。いや、あのね、美味しかったんだけど、何うどん、とろろだね。とろろネギ。待ってないから大丈夫。なんで待ってないとか言うの。ちょっとは待ってよ。違うよ。さっきツイッターにね、あのショールームのさ、ラジオ風のメッセージの応募フォームをさ更新したわけで、それのせい。あら嬉しい、サブスク枠が結構完売してるのかな。そう、応募フォームを更新してたら、あのうどん食べるのが遅くなったんだよね。申し訳ない、ほんと申し訳ない、ミスった。なんかこれやろうって思ったら時間見れなくなっちゃうんだよな。それの仕業、それの仕業、やっぱ怒られる。ヒゲリップ塗りました。このリップマジモテる色してるよね。見せ方。急いで食べすぎて青汗かいてる。急いで食べたせいで顎に汗を検知しました。お腹膨らませてきたわ。お腹膨らませてきたって言葉が合ってるか分かんないけど、なんか最近さ胃腸の調子が悪くてさ、ここに胃薬あったっけな。何なんですかね、薬も。やばい、ない。うん、いや、ないなあ。あっち行かないと。ないなあ、ない。なんだろうね、食べ過ぎじゃない。食べ過ぎかな。いやでも事の発端は食べ過ぎだったんですよ。その事の発端はね、そうそう、焼肉もんじゃラーメンね、詳しいね。私の食生活がその焼肉もんじゃラーメンになっちゃった時があって、そこで一回その行かれたんだけど、いやまだ続いてるんだよね。いやでも何、でもそこで終わったよ、その激しめな食生活は。そう、冷え性持ってんだよね。冷え性持ってます。冷え性も持ってます。整体行った時にさ、あの整体師さんにさ、めっちゃさ、あの姿勢悪いの直しましょうねって言われてるんだけど、で中村さん、あの姿勢結構気をつけましたって聞かれた。私さバカ正直にさ、あ忘れてましたって言ったらさ怒られた。
バッカ正直に言ったら怒られたよ。忘れてた。こんばんは。いや本当にマジミスった。正直に言い過ぎた。いや気をつけてはいたんですけどとか言えばよかったのに。どれくらい歪んでるか、結構ね、肩がこうなってるらしい。あ、こうか。むずいよね、姿勢よくするのって。 うどんを食べてきたからなんか鼻水も出るしね。そうなの。そう、今ちょっとでも姿勢よく配信しようかな。そしたらもうショールームちょっとぶり、もしかして。おとといした？なんだ？マジ？あ、3月初めてマジか。結構色夜バタバタしてたからかな。あれがあったりとか、あれがあったりとか、配信自体はね全然してるんですけど、ちょっと待って、鼻。いやマジミュート機能便利。そう、ゲーム配信はねめっちゃしてるんですけど、だから配信自体はしてるんだけどね。今日のさ、このカラオケイベントさ、やばい、桃にまつわる歌を歌わなきゃいけなかったらしい。桃？ 桃にまつわる歌なんて知らないよ、桃に。桃。これマストなのかな？マストなんですかね、詳細。マストではなさそうじゃね？ もう色の片思い恋してる。桃色って可愛いよね。保育園でもさ、桃組とかあったよね。桃色組？桃色。桃ってそんなないね。桜とかはあるけどね。桜舞い散る中に忘れ。待って、ごめん。マジで薬取ってきていい？ ごめん。ね、もうほんとごめん。ね、マジでちょっと10秒で、これ1秒かな。待って、マジごめん。マジ薬。ごめん。はあ、はあはあははあ、すいません、すまんぼ、いっぱい持ってきた。これね、胃薬と整腸剤と頭痛薬だね。 なんか今喋ってたら頭痛くて危ないと思って。フルコンボだどん。
全然大丈夫だよ、ごめんごめん、こんな私がね薬をこんなあの大公開して飲むからね、ごめん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 。そう、頭痛も我慢できないんだよね昔から。いや腹痛も我慢できないんだけど、腹痛も頭痛も結構我慢できないタイプで。そうなの、でもさ、なんかこう意地でもっていうかさ、医者行かない系の人もいるじゃん、病院か、病院行かない、行きませんって人いるじゃん。なんか体はそんなに弱くないみたいな、すごいよね。そうそう、薬できるだけ飲まない人とかいるじゃん、なんかすごいなと思って、どうして。そう、私もすぐ行っちゃうよ、こんばんは。うわ、なにこれ、お大に様とひな様でも行かない人いるじゃん、なんかすごいよね、なんで行け、その我慢できんだろう。耳鼻科なんてマジすぐ行くけどね、耳鼻科なんてさ、ね、秒で治るじゃん。でもやっぱ病院の薬ってめっちゃ効くけど、耳鼻科ね、めっちゃ混んでんだよな。だからね、いやもうそう、すぐ治るのがねいっちゃいいよね、ちゃんと見てくれてね。なんか薬局に行ってる総合薬みたいなのもさ、すごいありがたいけどさ、やっぱでも自分の症状をさ、病院の先生に伝えて治るのはさ、治るじゃん、その方が治るの早いに決まってるじゃん。ね、量も多いし。でも一回だけね、病院の先生と喧嘩したことがあって、なんかその病院ね4日分しかくれなかったの確か、薬4日分しかくれなくって、いやなんでまた4日後に来なきゃいけないんですかって言ってなんか前はもっとくれたので、そんなね、そんな喧嘩じゃないの、そんな前来た時はそのもっとくれたのよ、なのになんで4日しかくれないのって、こっちとらその忙しいとで、4日てみたいな、普通1週間じゃないみたいな、せめてみたいな。で、いや強力な薬じゃない、強力な薬だったらその分かるじゃん、そんなの、違う、そんな一粒しか出せない薬とかじゃなくて、いやでも1週間は欲しいじゃん、いやその一気に飲むとやばいやつとかじゃないじゃん、そんなのなんでさ、そのオーバードーズしなきゃいけないの、違うじゃん、違う、なんかそのでそのシンプルに少なかったの量がきっとお医者さんの考えがあった、いやだからなんでくれないの、いやその前回はもっとあの、いや1週間分くれたじゃないですかって言って、なんでこれしかくれないんですかって言ったら、いや前回もこれぐらいでしたけどみたいななって、いやそんなこんなその4日後とかまた来れないですみたいな、でも言い合いちょっとした言い合いみたいな
で、結果1週間分もらえたんだけど、いやそう、なんか強い薬だからこれ人本当1回きりしかあげれないんですとか、なんかそのなんか理由がさ、はっきりしてればさ、わかるんだけど、喧嘩勝った いやなんかさ、別にご利用ししたわけじゃなくて、その正当な理由を言ってくだされば分かりましたってなるけど、そのいやもうそのいっぱい来てほしいのかなって思っちゃって そういう感じって思って いやでも4日は、でそのさ、経過観察したいからとかじゃなかったんだよ、その時。めっちゃ前なんだけどね。そうだから、結果だから7日もらえたんだけど そう、いやそんなさ、別にそんな私も強く言ってるわけじゃないよ、強く言ってるわけじゃないからね、喧嘩って言っちゃったからみんなそういうふうに捉えちゃったかもしれないけど いやなんか4日ってみたいな あれ前はもっとくれましたよね、なんか大体さ私出ちゃうのね、その思ったことがポッて なんか例えば知らない料理が出てきたらさ「何これ！」って言っちゃうの お店の人の前でさ、私さ、その結構良くない癖だと思ってんだけど、なんか得体の、その自分が見たことない料理が出てきたら「何これ！」って言っちゃうの言いそうでしょ声でかいじゃん、しかもそんなさ大きい声で言ってるつもりないんだけど、なんか勝手にちょっと人よりこれくらいでかくて、声が「何これ！」とかじゃなくて「何これ！」って言っちゃうので え、そう、なんかせねさ、その説明してくれるじゃん大体、これはなんとかですって、そう、なんとかですが待てなく出ちゃうんだよね こちらは何とかのソテーですとかじゃなくての前に「わあ何これ！」って言っちゃう え、そう よくないよね マジよくない いやね、ちょっと失礼じゃない？なんかそんなの なんかちょっと失礼だなと思って、ちょっと静かにするのをね心がけてるんだけど、それに気づいたのが最近でさ いやそうなの、俺がリアクションするからありがたい、あのさなんかデート気分じゃん、なんか ねえ、恋人目線で配信見てるじゃん今 ねえ ダメだよ みんなそうなの？え、みんな私のこと狙いながら配信見てるってこと？え、さすがにびっくりじゃない？そう、マジで？え、マジで？やだ！やめてよ。くし。よし、じゃあ今から失恋ソングをね、カラオケで歌っていきたいと思いますけど。
かな、逆張り逆張り、うん、桃じゃない、あ待って、イコラブさんのあの曲入ったか見てみよう、この空、こまたないんじゃん、いつも入ってない、いつでも入って、3月だったら入って、出て入ってない、え また入ってなかったです。失恋の歌ね、失恋ソングって何なんだ。桃色片思いの A メロと B メロが分かんないんだけど、何だったっけ。桃色のファンタジー時代を、違うよね。すんげーすんげーじゃないよね、すいえーズバットだよね、分かんないな。肩が痛い。失恋曲って何なんですかね。なんか久しぶりに BGM 流したいな。すいません。つきません、もう BGM 配信で流そうかなと思ったのもつきません。え、私失恋ソングあんま知らない、イコラブさんの曲とかしか知らない。なんだろうね。確かに出ていた、君は泣きそうな顔してた、だけどやっぱ泣かないだね、そういうとこが好きだった。なんだっけな。じゃあ最近のみんなの近況報告を教えてよ。久しぶりに新潟に行った。あら、何しに。昨日劇場に行ってきました。お、何しに。あゆちゃんとおそろのリップ買った。おー、いいね。嬉しい。これ新しい推しメンができました。そうなん。なんか誰かって書いてるけど見えない。お休みトーク会買えなくて落ち込んでる。あら、そう、お休みトーク会をサブスク限定でね、シークレットオンライントーク会、うお、シークレットオンライントーク会の響き良すぎない。あゆ太郎へのプレゼント決めた。お、嬉しい。何何何。いや、シークサブスク限定だからね、シークレットだよ。即売り切れね、なんか即売り切れしたみたいで。ね、すぐなくなったって。そう、取れなかった方ね、申し訳ないなと思いつつも、でも2時間やるのって、多分2時間やったら2時間やったでその多いんだろうなって思って、みんな的にね。だからさ、12時とかになっちゃうじゃん。だから
なんかそれもそれなのかなと思って、そう、加減がねちょっと難しくって。そう、今月はそうだね、そう、今月はいろんなお試しっていうか、今月っていうかずっと試しながら試行錯誤をちょっと重ねながらオンライントーク会をやらせてもらってるんだけど、で今回はなんか普通の一般枠は明日から発売されるんですが、それもなんだ 結構時間を変えてみたりとかしてて、1時から始めてたけど3時から始めてみたりとか、3時5時とか 4時6時とか8時とか、そういうふうに試行錯誤で今回ちょっと時間割がさ、結構変則的なトーク会なんだけど、で夜もサブスク限定でねお休みトーク会をやってみたりだとかしていろいろ試してるんだけど、だからそのお休みオンライントーク会はまあ来週開催されるんだけど、まあその来週だけじゃなくて、なんか今後もやれたらいいなーって 思っているので、そういや結構みんなの意見を参考にしてるつもりなんだけど、だいぶ なんだけど、なんだろう、不満が 出てしまうのはちょっと申し訳ないね。おはようトーク会はね、ちょっと申し訳ないけどマジでやらないわ 私も本人が起きれないんだもん、やばいやばい、もう返金対応だよ どっちか絶対寝坊するもん、私が起きれたとしてもね、私が頑張って起きれたとしても、多分寝坊する人ってね、推しに似ますから、だいたい4割くらいそうじゃない？ なんか、そうだね、いろいろ変わり種というか、企画ものがあってもいいよねって話を、まあ、先月してて、今回ちょっと行動に移してみた結果なので まあいろいろ今後もね、こうみんなと改善してみたり、楽しくやりながらやれたらいいなと思ってるので、まあお休みオンライントーク会がありがたいことに完売したとはいえ、明日もありますから 明日はね、明日は一般枠のトーク会の日で、それもでも8時からとかのが、あ、それサブスクか、すまんぼ、6時からとかのが 夕方の18時とかのがねあったりしますんで そう、なので、ぜひ、3月19日と3月26日ですので、ぜひ参加してくれたら嬉しいなと思います。いや、全然いいよ。3月その19日、26日にパジャマ着てくれたって。今からお昼寝しますとか言って、全然いいのよ。個人の自由だからね、楽しみ方は私もテンション上がるしね。
今日はね、今日はあの今サブスク、今日の19時から発売されていたのは、サブスク枠なので、明日が一般枠かな。の販売となっております。あとはね、なんか5分枠とか作ったらっていう声も聞くんだけど、そのどれくらいの需要があるのかが分からず、難しいなぁと思って、結局まだね1分枠と2分枠しかないんだけど。そうだよね。だからその枠の需要性がなんかどれくらい高いのか低いのかっていうのが分からなくて。全然さ、人それぞれだと思うから。そう、1分って長いからね。1、2だから。なんか専用とかあればいいのにね。なんかその 僕はもともとどれくらいのまとめて喋りたいんですけど で、こう事前受注みたいな ね、むずいからな。専用枠。むずいからな。難しい。そんな、その全員分の聞いてたら私爆発しちゃうからさ、さすがにできないんだけど 一人一人のさ、それをまとめてさ、その集計して合わせなきゃいけないじゃん。で、爆発するからさ、さすがにできないんだけどね。足りない。なかなか難しい。で、僕は何時から何時か希望ですみたいなのもあるでしょ？いや、もう無理だ無理だ。無理無理。何時でもいいよじゃないから、みんな。そうよ。なんかいい感じの歌ないかな。ちょうどいい歌。ここで一曲みたいな。盛り上がってきたところでここで一曲みたいな なんかないかな。ああ、時期的に卒業ソングね。オッケーオッケー 卒業ソングといえばじゃない、なんだっけ、あの歌。ちょっと待って、言わないからね。ちょっと待って、待って、曲が出てこない。曲名が出てこない。なんだったっけ、なんだったっけ。卒業ソングでしょ。これじゃない？
のつぼみを見つけたとき、僕たちの別れの春がそこまで来たとして、悲しみを乗り越えて、人は優しさのその意味に気づくんだ。ああ、いや、なんか一回やばかった。なんか一回ね、なんか喉と喉がくっついちゃって、なんかわかる？でむなんかむせるみたいな。なんかどこだ、イエーイの後くらい。
で、だからこうやってごまかして耐え抜いてなんとか回避、うん、読めないけど、え、卒業ソングといえばこれじゃない？私卒業ソング何歌ったっけ？あ、 2B か。なんかめっちゃ卒業のジワルデイズってすごい卒業のイメージ。君の瞳から涙が溢れたら世界のどこにいたとしても。いい曲だよね僕が全力で。いやー、いいなーって思うね。そんなそんなこと言ってくれる人いるのえ、シンプルにさ、シンプルにそんなこと言ってくれる人世の中にいるって話じゃないね。すごくない？そんな僕が君の瞳から涙が溢れたら世界のどこにいたとしても僕が全力で。ある？優しくない？そんなこと言ってくれる人。僕が全力でなんだっけ、出ててあげるだから心配しなくたっていいんだよ。気持ちはある。優しい。優しいわよね、みんな。気持ち的にね。 I say goodbye my dear。 いる場所教えてくれたらマジ？いる場所教えてくれたら私がヒーヒー泣いてったら助けてくれるってこと？みんな？え？めっちゃいい人じゃん。大集合ガチヒーローじゃん7時間は泣き止んで帰ってっかな私5時間もまあちょっと帰っちゃってる可能性がうん、泣き止んで帰っちゃってる可能性があるけどね。いやでも心意気は素晴らしいですよ、うん、着いたよって言って、逆にもう一回行くわ。5時間とか7時間かけてさ会いに来てくれてさ、着いたよって言ったら、あのその家一回帰ってまた行くわ、うん、で合流するわ。困ったって駆けつけてあげるってだから心配しなくたってって言いますね日本の曲トップ。分からんな新幹線使って3時間新幹線使ってくれんの？優しすぎない？日本人気曲ランキング、あ、 J-POP か、日本じゃなくて最近の曲歌えないのな、うん、私
サビしか歌えない。凍りついた心には太陽を、そして僕にとって君にとってなん僕にとってなんとかポジションを。死ぬこと以外かすに傷ってもないしな。最近さ、死ぬこと以外かすり傷のマインドで生きてるんだけど、マジ便利ですよ。みんなもそのマインドで生きてみてください。ちょっとこの曲、失恋ソングがどうのって言ってたから、ちょっとみんなこれ歌ってみるね。確かに出て行った君は泣きそうな顔をしてた。だけれどやっぱ泣かないんだね。そういうとこが嫌いだった。恋人で君の部屋
そう。確かに出ていた君は泣きそうな顔してた。だけれどやっぱ泣かないだね。そういうとこが嫌いだった。そうさせてた僕が嫌いだった。そう、これタバコの、もっとちゃんと僕を君を見てればもっとちゃんとってのタバコのアンサーソングらしい。なんか男の子視点、タバコが女の子視点で恋人失格が男の子視点なのかな。レイニャたちが歌ってたタバコって歌うまのやつでのなんか別視点曲らしいの。もっとちゃんと僕を見てれば君を見てればもっとちゃんとってってやつ。じゃあタバコも歌っちゃおう。タバコ、タバコって美味しいんかな。あ、こういうのあんま良くないな。やばいやばいやばい。普通に喋っちゃった。なんかなんだろう、牛丼って美味しいのかなみたいなテンションで喋っちゃった、ごめんなさい。なんかね、なんかそのアボカドって美味しいのかなのテンションで喋っちゃいました。間違えちゃった、ごめんなさい。目が熱くなった、もうそこに。
ついちゃってさ、声が出なくなっちゃうの後半。何の意味があんだ。タバコね、歌うの難しかった。もっとちゃんと君を見てれば、もっとちゃんとって今更気づいても遅いようなモテそうじゃね、タバコ歌ってる女の子なんだろう、私さ歌うまくないからさ、あのモテそうな歌を探す会しないなんか別にさ、モテたいわけじゃないんだよ別に、そのモテたいわけじゃないんだけど、なんかこれ歌ってくんのかおおみたいな曲探しあゆ太郎がこれ歌ってくれたらあゆ太郎モテるわっていう曲何かなってな何かな、私がこれ歌ったらモテるぞみたいな何なんだろうね、えあざとい感じもありでしょ。あゆちゃん的にタバコ吸う人はあり、なんか私があのなんだ副流煙だっけ、副流煙にならなければ私がああ愛子さん歌う子はモテんだ。なんだ愛子さんは、大塚愛さんね、はい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 。愛子さんは私何歌えるっけ。でさ、西野カナさんって結構本域じゃない、その音域がさ、音域が本域じゃないその急にさ、ずっと前から君が好きでしたってさ、結構本域じゃない、そんな可愛く、そのなんていうのかなもむずくない、その高いからさいやでも大好きだよ、なんだろうねと思って。赤い公園さん、わかんないな。恋と嘘なんてって曲があるんだ。モテはしっとり系なんだし、モテはカタカタカタ、モテはしっとり系、カタカタカタ、メモしますうん、もう
もうモテはモテはしっとり系、はい、メモ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 、はい。そしたらじゃあやっぱ愛子さんの何なんだろうね。いや愛子さんはそのしっとり系じゃない、落ち着こう。愛子さん、カブトムシ、キスハグとか歌えたらな。You love you love me。 あーこれ歌えないな。花火、夏の星座にぶら下がって、上から花火を見下ろして、こんなに好きなんです、仕方ないんです。うわモテそう。ええ、なんかそうカブトムシってすごく素敵な曲なんだけどさ、ちょっとなんか狙ってない、なんかなんかさカブトムシ狙ってない、急に。うん、狙ってみる、逆にね。あ、逆にカブトムシ狙っていく。カブトムシで狙っていくんだ。オッケーオッケー、逆にね。いや私モテ意識して歌うからさ、みんな。みんな私今からあのモテ意識して歌うからよろしくね。笑い汁って。どれどれ。いや、あゆ太郎とカラオケ来てみたで聞いてよ、それは。まずはこういうテンション。緊張する。悩んでる体が遠くて、指先は凍えるほど冷てい。どうした早く
さえるって今次の曲探すなってことは響いてないんだモテ度何パーモテ度いやちょっと狙いすぎじゃない、モテ意識カブトムシはすごいね、可愛い曲だよね樋口さんは森山さんこういうやつでしょあれはゆいさんはゆいさん、おくっぱいでーす今は、あ、モテそう、変わる気がする、昨日までに空かっこよくない優しさがなんだっけ、できれば悲しいことなんてしたくない、でもやってくるでしょう、あーねーな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 ー、そっちってどっち、どのゆいさん狙いね、だんだん
両手でマイク持てそう。いやでもちょっと狙ってないこれ。だから今って。ちょっと狙ってないこれ。聞く女の子ってどうなんだろうね。今のモテた。今のモテたって何って感じじゃない。ね、聞いたらよくないの多分。何優しい気持ちって。やっぱさチェリーはさなんかチェリーはあれじゃない、そんえってならない、歌ったら逆に好きなんってならない。ねえなんかチェリーってえ好きなんっていうさ勘違い現象を起こしそうじゃないですか。危なくない、危ないって何って感じだけど。イリイリデオさん、なんだっけ、なんかのえちゃんがめっちゃ聞いてたな。夏の星座にぶら下がって、違うな、これ違うな。恋の歌って何？なんかね、そうだな、やっぱその絶妙的に世代が出てるよね、やっぱコメントに。なんかなんだろう、そのやっぱ絶妙に出てるよね、うん、逆にさモテない曲って何なんだろうね、モテない曲、モテない曲で、でもちょっと失礼じゃない。ちょっとナンセンスなのかなみたいな、でも失礼だな。あ、急にもしも君が望むなら、うなぬぬなぬねぬだぬだぬくすれぬだ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 ぬハニーみたいなこと歌ったらびっくりしちゃうってこと。女の子がね、なるほどね。じゃあ私ダメじゃん、なんかすごいラップばっか歌ってないカラオケ配信で。ダメージダメージとか言ってたらなら、あのじゃあ私待って、ダメじゃない、カラオケ配信でいつもそんなことしてない。まずいじゃん、私そっち寄りじゃん、じゃあ私のカラオケって。あ、なんかもうカラオケもういいや。あ、なんかもういいや、もう知らない。私ひもてのカラオケ配信の女だったんだ、やっぱり。もうひもてだったんだ私って。モテないんだ、それがいい、ひもてがいい。タムちゃんだからラップ歌うのも楽しいモテを生み出せてる。いやもうありがとう。そんなことない。悲しい。
もう急に現実を見たような気持ちで、なんかお腹痛くなってきた。なんかもうお腹痛くなってきたわ。体調にも響いてきた、うん、ちなみに頭痛は治ってるよ、うん、そうだね、特技を生かす方針でやらせてもらいたいと思います。私はもう、いやお腹はなんかでもまあリアルに痛い。あでも9時半くらいからゲーム配信をねしようと思っているので、なんか、まあ、ちょうど良さそう時間は。そうだね、エンタケエンタケ、久しぶりにねいっぱい配信できてよかった、ショールーム。久しぶりにならないようにちょっとね、いつも通り高頻度でやらせていただきたいと思いますので、また見に来てくれたら嬉しいです。はい、スクショタイム3、2、1、3、2、1。はい。13位、おたけさん。12位、いもえもんさん。11位、ポポロさん。10位、パンダのデイヨーさん。9位、部長さん。8位、ハチさん。7位、ミッチさん。6位、ハムちゃん。5位、中村ランド AJ スイートバシャカセさん。4位、えちゃん。3位、あやまこさん。2位、JT さん。1位、シューウィズさんでした。ありがとうございます。はい、では一生モテない代表、あゆ太郎でした。さよなら。もうさよなら。知らない。いやー。